細ラナメラは、ナミヘビカキノボーリナメラ属に分類されるヘビ。インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン南部、ベトナム、マレーシア体長160から230センチメートル。体型は細長い。体色は鮮やかな緑色。尾はオレンジや褐色、灰色だが色彩は地域によって変異がある。英名は褐色やオレンジ色の尾を持つ個体がいることが由来と思われる。 体鱗には、流気がなく滑らかで、縁は黒い、頭部は細い。種小妙オクシスパホラは、鋭い頭の胃で、和妙の細つらと、ほぼ同義だと思われる。目は大型で、視力は、優れている。唇の鱗は、黄色や、黄緑色。口内は黒く、舌は青い。熱帯ウリニや湿地に生息する。 中高生、樹状性で樹状ややぶの中等で生活する。危険を感じると頸部を皮弁させ、口を大きく開けて威嚇する。食生は動物食で、爬虫類、蝶類、小型哺乳類等を食べる。繁殖形態は男性で1回に5から12個の卵を産む。卵は90から100発かほどで孵化する。ペットとして飼育されることもあり。 日本にも輸入されている。流通量はあまり多くはない。主に野生個体が流通するが、繁殖個体が流通することもある。性質が荒く、人間に対しても激しく噛みついてくることがあるが、繁殖個体ではなれることもある。高さのある大型のテラリウムで飼育される。ありがとうございます。